SE-210 シュドカラベルシュドカラベル10バイト L フランス機シュドカラベルのコックピットシュドカラベルはフランスのシュドエストが開発製造した西側諸国発の短、中距離路線向けジェット旅客機である機体名称は小船の位置形式であるキャラベル船に由来している1957年のシュドアビアシオン設立により大半の機体はシュドアビアシオンにより製造された 斬新なリアエンジン形式と十字尾翼を先駆けて実用化し、多くの追従者を生んだだけでなく、ジェット旅客機として初めて商業的成功を収めた。1958年の就航後は世界各国で用いられ、中には21世紀まで運用された機体もあった。1951年10月12日にフランス航空局民間資材調達委員会は、 自国の航空機メーカーに短中距離用ジェット旅客機の使用書を公開した。要求性能は、航続距離 2000km、巡航速度時速 600km 前後、55から65人の乗客と 1000kg の貨物を同時に運ぶというもので、このカテゴリーに該当するジェット旅客機はすでに1946年以降様々な基礎研究が、 各社独自に進められていたものの、第二次世界大戦中のドイツによる、占領中に航空機開発を禁じられていた同国の航空業界は、構想するばかりで即座に、それを実用化する技術、体力が未だ備わっていなかった。シャルルド、ゴール大統領による工場視察このコンテストに、各社から計20もの応答があった。過渡的なターボプロップよりもターボジェットが、 早期から有力視され、また、エンジン数については自由だったため、総発から中には5発というプランまで存在した。ナショナリズム的にも、同国で戦後出発した、国営航空原動機製作所が開発中だった、アターの3発案が押されたが、実績不足が懸念され、ロールスロイス、エイボンが満足すべき水力を発揮したことから、 より簡潔な A ボンを総発装備する案で固められた。1952年3月28日の委員会では、揺れる、デュボは航空機製造 HD-45、シュドウエスト SO-60、ウエスト x 2 1 0以上3社の案から、A ボン総発リアマウント型の SN ケース X-210 計画が選定され、詳細設計開始が命じられた。 そして2ヶ月後の正式認可を受けて、政府援助の下で開発に着手した。ユナイテッド航空のカラベル大国際航空の主導、カラベルクルゼーロ航空の主導、カラベル開発費用軽減と設計期間短縮を図るため、先に進むぞらしたデハビランド DH-106 コメットから流用できる技術は極力流用し、早くも1955年4月21日にロールアウト、 5月27日には初飛行した。カラベルの開発中にコメットは連続墜落事故に見舞われるが、事故調査で得られた知見から、応力分散とフェール政府思想が盛り込まれ、おむすびに例えられた独特の角を丸めた三角形の客室窓が生まれた。試作1号機にはカーゴドアがあり、最初から過客混載が意識されていた。試作機の成功を見て、 翌1956年にまずウェール・フランス、ついで、スカンジナビア航空からの受注があったが、ジェットパイロットの要請とともに実用化にあたっては、新長が期され、就航は1958年5月にずれ込んだ。その後は、ユナイテッド航空など、アメリカの大手航空会社に採用された上に、フランスの元植民地であるベトナムやラオス、カンボジアの国営航空会社で、 相次いで採用されるなど、実力とともに、政治力をフルに駆使して、営業活動を行った。また、バリグブラジル航空が、リオデジャネーロニューヨーク戦に、大国際航空が、バンコク東京線や、バンコクストックホルム戦に就航させるなど、当初想定されていた中短距離路線のみならず、給油のために、複数の経由地を減るものの、洋上飛行を含む、 長距離路線に就航させるという使い方もされた。これらのことを受けて、当初損益分岐点は200機に設定されていたが、オーストラリアを除く全ての大陸の主要航空会社からの発注を受けて、全タイプ通算で279機を生産するヒット作になり、メーカーにとってもエアラインにとっても、世界で初めて明確に利益を出した中短距離用、Z 旅客機として評価されている。 脱走メルキュールの生産開始を受けて1972年に生産が中止されたものの、その後も世界各国の航空会社で使用され続けた。1980年代には最初のユーザーの定期航路からはほぼ退役したものの、その後もヨーロッパ諸国やアフリカ諸国のみならず、南北アメリカ諸国の中古で購入したユーザーのもとで使用され続けた。 ワールドエアラインフリーツニュース史2004年9月号に、ルワンダの犠牲に空港へ侵入中の 11R 型が墜落したため、最後まで就航していたカラベルが失われた旨の単身が掲載された。しかし、同市2005年5月のカラベル50歳と銘打った特集記事では、今後民主共和国の首都、金社サザイのウォルテア・アビエーションが2機のカラベルを減用中と報じている。 いずれにしても初飛行から半世紀を経た21世紀までカラベルがアフリカの空を飛んでいたことは間違いないようである。高価からの主度カラベル 6N 機体デザインとエンジン配置がよくわかるショットサベなベルギー航空の機体開発費用と設計期間の軽減のため国産にかかわらず実績あるイギリス製ターボジェットエンジンをあえて採用し機種と胴体 操縦系を含む運航システムのほとんどは、就航済みだった、世界初のジェット旅客機コメットから、丸々流用する、実利優先の大胆な手法が取られた。その一方で、尾翼付近の胴体後部に双発を配置する、革新的な方式を初採用し、広大の旅客機に、多大な技術思想的影響を与えたのみならず、膨大な特許料収入は、同社にとどまらず、 フランスの国家財政さえ潤したという、独創的なハイマウントリアエンジン形式には、一般的な主翼カパイロン吊り下げ方式に比べ、以下の利点がある。これらの特徴はすべて、当時広大な植民地を有していた、フランスの国情にかなうものであった。下方視界の確保と、機体強度の確保を両立した三角形の客窓を持っていたのも特徴である。また、 スポレフツマイナ -104 などと同じく着陸時にドラッグシュートを使用するオプションも用意された。最初の生産型で胴体が試作機から1.4メートルストレッチされた。エールフランス、スカンジナビア航空、エールアルジェ、バリグブラジル航空向けに20機製造。バリグ機のうち1機は主導車にリースバックされ、エールベトナムに転用された。 I からさらに50センチメートルストレッチされ、エンジン強化に伴い最大離陸重量も増加された。12機製造。エンジン最強化型。ペイロードが増加し、製造数もシリーズ中最多の78機。初期生産型32機中31機がこのモデルに回収された。さらなるパワーアップ型で53機製造。3の内動機が、 この仕様にアップデートされた。逆噴射装置とグラウンドスポイラー、アンチスキッドブレーキ等を装備し、運用上柔軟性が増した。56機中20機は、ユナイテッド航空に納入された。ゼネラルエレクトリックが3を購入し、自社製 CJ-805 から23に、換装した試作機。トランスワールド航空が興味を示したが、 マクドネルダグラス DC-9 に受注を奪われた。胴体が1メートルストレッチされて最大104席となり、主翼と尾翼も全面的に改め設計され一回り大型化した。a p u 標準装備に伴い操縦系統も刷新されるなど、北米市場の需要に応じた様々な回収が加えられたが、イギリス製エンジンでは反広無常問題があり、 試作1機だけでキャンセルされた。10A を JT8 ディーターボファンエンジンに換装したモデルで1964年より22機が作られた。6R に準じた単動型でシリーズ中最もパワフルかつ最長高速距離になった。1965年から20機製造。10の胴体を1メートルストレッチしカーゴドアを設けた過格混載型。 1967年より6機製造。10バイトの胴体を3.2メートルストレッチした最終型 JT8D の新型を搭載。客室はオールエコノミー仕様で140席にまで拡大し、主に近距離チャーター路線に用いられた。12機製造され、1996年まで欧州域内で少なくとも2004年までアフリカで就航。 カラベルの超音速機化構想。計画当初から全く別の機体で、後にカラベル同様に国際共同開発のコンコルドへと発展した。したがってコンコルドの操縦席周りの印象がコメット、カラベルと似ているのは設計思想につながりがあるからであり、偶然の一致ではない。ドラッグシュートを利用して減速するエールフランスのカラベル遠藤航空の カラベルフィンエアーのカラベルカラベルは1960年代前半に日本国内航空などの航空会社により国内専用機材として検討されたことはあったが結局日本の航空会社には採用されなかった。しかし中華航空、大国際航空などが日本土専用に使用していたため日本でも1970年代初頭まで羽田空港や伊丹空港に飛来するカラベルを目にする。 機械は多く、ボーイング707と同様に、日本の航空会社で使用されていない割には有名な機体であった。手動カラベル数値は、カラベル12のもの。ありがとうございます。